スピッツサブスク解禁の衝撃ということで、あれからもう1年ぐらい経つんでしょうかね。あれはすごかったですね。ちょっとびっくりしましたね。今日ね、久保田利伸さんが全曲サブスク解禁だそうですね。いやー、もういろんなミュージシャンがね、去年はサザンとかも解禁されましたよね。いろんなミュージシャンがね、続々とサブスク参入ということでですね。まあ、僕も正直その今、スピッツの曲とかをですね、コピーしたりとかですね、やっぱり、Spotify でね、あのギター、蜂蜜のギターどうやって弾いてるんだっけって言ったら、パッてすぐね、パソコンでこうイヤホンとかで聞いたりしてますもんね。それがまあ全曲、ほぼ全曲ですか？どのタイミングでもスピッツの曲が聴けるっていうね。聴けない曲もあるのかな？聴けない曲もあったかな？まあ普通に、リリースしてる曲は全部聴けますよね。ということで、まあ、時代の波と言うべきか、CD をね、聴く方と聴かない方ってはっきりもう分かれてますからね。サブスク、そうですね。はい。ちょっとね、取り留めもない話になってしまいましたが、まあ、今もちょっとこっちでパソコン見ながらですね、スピッツっていう項目を見てるんですけど、すごいですよね。猫ちぐらから始まって、新しい曲からね、どん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 遡っていくと、ミッケが出てきて、サメダイが出てきてっていう風にね、小さな生き物が出てきてっていう、全部聞けちゃうっていうね、ちょっと前だと考えられなかったんですけど、いやー、すごいですね。網羅できちゃうっていうね。草野正宗さんのソロ曲とかはね、載ってないですよね、多分ね。スピッツとしての曲だけだと思うんですけど、まあ、そうですね。そういう時代の流れということでですね。まあ、ありがたくですね。聴ける曲というかですね。まあ、気軽に聴けるものを喜びたいなと、そんな風に思っております。はい。取り留めないです。はい。